渡辺国を5月23日代は、日本のレストラン経営者、政治家、埼玉県佐手市長、佐手市議会議員、佐手青年会議所理事長などを歴任した。埼玉県北勝鹿郡佐手町出身。割烹、渡辺屋の次男として生まれる。佐手町立佐手小学校、佐手町立佐手中学校、日本大学豊山高等学校卒業。 1981年5月、日本大学分離学部中退。1982年、肉の万世に就職。1987年、佐手市内に、鉄板焼きレストラン、プロローグを開業する。1999年5月から2011年5月まで、佐手市議会議員を3期務めた。また、佐手小学校 PTA 会長、佐手市 PTA 連合会会長、 埼玉県 PTA 連合会二2011年10月30日に行われた、サッテ市長選挙に立候補。現職の町田秀夫市長を破り、初当選。投票率は、過去最低の46.61%だった。同年11月9日、市長就任。2015年10月25日に行われた、市長選で、元サッテ市条約の木村住夫を61票差で破り、 再選。投票率は前回を下回り44.61%。2019年8月6日に広島市で開かれる平和記念式典に参列するため、前日の8月5日、渡辺は市内3校の中学生6人と共に2泊3日の予定で同市を訪れた。8月6日朝、平和記念式典に参列。市内のホテルで夕食を取った後、 生徒6人は灯籠流しに参加したが、渡辺は灯籠流しには行かず、近くの飲食店で21時過ぎから閉店の23時半まで、試食員2人と酒を飲んだ。3人は8月7日レジコロホテルに戻り、そこから渡辺はジュースを買いに行くと言って一人で外出した。同日2時半頃、中区新天地にある雑居ビル4階のバーの女性店員と、 代金支払いをめぐって、口論になり、女性をエレベーターの中に無理やり引きずり込み、顔面を数回殴るなどした、暴行の現行犯で逮捕された。渡辺は、身に、覚えがない。なぜこんなことになったかわからないと述べ、容疑を否認していた。渡辺は2012年から広島平和記念式典に、参加しているが、死の発表によれば、ほぼ毎回飲酒していたという。 この件で、佐手市役所には400件を超える抗議の電話や電子メールが殺到し、市の業務に支障をきたした。渡辺の逮捕を受け、佐手市は同年8月8日から9日まで、副市長の成田博を職務代理者として設置する対応を取った。渡辺の弁護人は、広島地方検察庁に対し、逃走や証拠隠滅の恐れがないとして、交流請求をしないよう申し立て、 8月8日、広島地方検察庁は処分保留で渡辺を釈放した。釈放の理由は明らかにされていない。渡辺は釈放後に、札手市へ戻り、8月9日15時より、札手市役所第2庁舎2階第1会議室で釈明会見を開いた。会見では、市民や関係者に対して迷惑をかけたと謝罪した上で、晴天の霹靂、全く身に、 覚えのないことと逮捕容疑について改めて否定し、代金支払いをめぐった抗論についても余裕を持って1万円を支払ったところ大変喜んでいた。したがって女性店員との間で料金トラブルは全くないと完全否定した。自身の身体についても11月の任期満了まで市長を務め辞任しない考えを示した。しかし、 同年8月20日15時より開かれる臨時市議会において議員側から市政への信頼を大きく失墜させたとして市長に対する不信任決議案が提出される運びとなったことを受け同日中に渡辺側より市議会に辞職願いを提出し同日の臨時市議会で翌21日付での辞職が許可された臨時会の終了後市役所で記者会見し 事件は事実無根で今後も争うと暴行容疑を改めて否定した。渡辺の退職後、佐手氏は新たに市長が就任するまでの間、再度副市長の成田博を職務代理者として設置する対応を取った。渡辺の辞職に伴い行われた10月6日投開票の市長選挙の結果、2015年の同選挙で渡辺に敗れた元市助役の木村澄夫が当選した。 2019年12月27日、広島地方検察庁は渡辺を不起訴処分とした。家族は両親、妻、長男夫婦、孫、次男、長女。住所は権限道桜みの近く。モットーは何でも自分の目で確かめる現場主義。ありがとうございます。